さあ行きましょう。まあ12月入りましたけども、ぬるっと。すごい。何が始まる。今日企画じゃないんで。あ、そうなんだ。今日トーク動画なんで。おいいね、たまには。もう疲れたんだよ、企画やの。あの12月入りまして、はい、2022年も、はい、あのこれからやっぱ忘年会シーズンに、はいはいはい、突入していくわけですけども、そ、ね、あのその私小柳、はい、今年で26歳、はい、あのもうそろそろね、うん、酒の飲み方、はい、改めようかなと。おやっとって思ってます。ただね、俺はね、どこが、うん、まず悪いのか分かってない。ああ、なるほど。原因の一つ目としては。記憶がないっていう点で、そう。分からない。記憶がないっていうところに関してはもう本当に分かんないし、うん、もしかしたら原因はその前にあるかもしれないな。ああ、はいはい。って思いまして、今回はだからまあ、より僕の飲んでいる姿を身近で見ているであろうメンバー、はい、そうですね。兼スタッフの証言をもとに、はい、一回この2022年の忘年会にこの照準を合わせて、はい、小柳の飲み方を一回改めていこうっていう回です。なるほど。だから別に、もう俺は本当何も悪いと思ってない。そうだから、あ、そこ悪いんや。そうだね。客観的にね、見られてる部分とね、はい、自分の思ってるとこ違うことありますからね。そうだ、そこをちょっとね、どうにかしてほしい。わかりました。ところである。デモンストレーションでいこうかな、今日。ああ、はい、はい。だから僕と一緒に飲んでる。はい。あのメンバーとかじゃなくて、実際飲んでる友達くらいの感じでいいです。わかりました、わかりました。あーっていうとこあると思うんですよ。あ、はい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 。あ、それ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 みたいな。はいはい。なるほどね。その時に、ちょっともうベル鳴らしてください。あれ。ビストロスマップやって。ちょっとドリンク持ってきます。あ、ドリンクはちゃんとある。まあまあ、一旦ね。水で。まあ、水なんですけど、まあこれ酒だと思ってやっていくんで。わかりました。はい。で、まあ僕の飲み会に行く時の、はい。まああの参加場。はい。どういう意気込みで行ってるかっていうのあるから。はい、はい。飲むとき。酒飲むとき、はい。こうやっといた方がいいかも。うん。だまずは、後悔しない飲みをする。あまあ、それはいろんな意味がありますからね。たくさん行ってるわけじゃないんで、こう見えても。なるほど、なるほど。一回一回。大事に。大切に飲むぞという意味も込めて、はい、後悔のないような飲み会をする。なるほどね。で、二個目が、はい、絶対酒以外飲まない。おぉ、やぁ。手が伸びそうだ。はい、これはもう決めてるんですよ。ぐらいだよね、ちょっと今は。え？ちょっと。どっち？解散したら水飲むってこと？あ、解散、それが終わったら帰ってたら、それはもちろん。その会が終わるまでは絶対に酒しか飲まない。でも、チェイサーって言葉があるぐらいですから。だから、チェイサーは飲まない。飲んだ方がいいんじゃないですか、うん、まあ、でもその心得なんで。まあ、でも。まあ、一旦聞こう。参加賞だから。で、まあ、三つ目は、はい、どんなに辛くても、はい、絶対に吐かないし、飲み続ける。いやー、それはもう。これが、まあ、参加賞です。辛くなったら止めないと。あと、吐かないと、ちゃんと。純過剰で。純過剰。純の過剰があって、トイレは、はい、できるだけ行かない。それ、行け行け行ってええねん。行った方がいいよ。いや、なんか行くことによって、うん、ちょっとね、場がしらけちゃうんじゃないかなっていうことで、俺はトイレもできる限り行かない。だから、ゆえに吐かないってことです。なるほど、ね、タイミングがないと。はい。まあまあ、一旦いいとしようか、じゃあ。はい。そこは。でも大抵僕が飲んでいる人間っていうのは、うん、あの、まあ、友達ですね。先輩とか。あ、先輩も多いですし、うん、まあ、だから先輩って言っても、その先輩先輩してる人よりは、友達に近い先輩の方が多いです。はいはいはい。基本的に別に男女関係なく飲んでますけど、うんうん、まあでも男が多いですけどね。まあそうですよね、大体。はい。じゃあ、まあ、一回乾杯からしますか。はい、わかりました。で、まずその僕の飲み会の平均取ったやつ。うんうん、上振れたり下振れたりするけど。僕が先大体ついてること多いです。うんおー、そうなんだ。はい、飲み会は。へぇでは、ついて、僕は一人一個飲んでます。あ、先に飲んでんだ。はい、ああ、ここまで大丈夫ね。大丈夫じゃないですか。で、俺、この時は、もう絶対に、あの、ハイボールって決めます。一杯目。ポイントとして。じゃ、切ったという手から行こう。はい。で、まあ、ここで俺、ビールに切り替えます。だいたい一杯目は。あ、それどうなの乾杯なんで。切り替える。はい、じゃあ、今日お疲れっす。お疲れっす。じゃあ、感謝、お疲れっす。何が多分半分だと早いんじゃない俺もやるいや、一杯目は、いっちゃいそうだけど。でも、本当の話すると、そうだよね。俺、ビールで、あの、ここまで行きます。そう。あもう一杯目のビール。ここまで行って、クーって言って、このクー行った後に、こう、もう一口行きます。そう、一杯目がもう終わる。そういや、それもあると思うよ。うん、まぁ、あ、ちょっとグレーかな。その先によるな。で、2杯目はだから大抵もうハイボールに変えます。うん、じゃあまぁ続きの感じありますよ。
いやでももう年末っすね。そうだね。本当に年末です。早かったね。飲んでなくないっすか。俺ずっと思ってたさ、人に飲ませ始めたらもうね、スイッチ多いよ。飲んでなくないっすかって聞いただけやん。いやもうそんなんだって道義やん、飲めっと。でも俺も飲む。でかだ。え、これはダメなの。ダメ。まあ、うん、世間的には飲ませるの強要すんな、やっぱ。飲んでなくないっすかって言ってんだよ。あ、え、ごめん、飲めてなかったって言ったらどうすんの。え、だから飲んだ方がいいっすよ。じゃあ俺でもその理由があって、飲んでないってことは、うん、つまんないわ。いやー、ね、あーでも喋るのが楽しくて、あー飲めてない。その分ってことね。だから俺は逆にそこで盛り上げないとっていう熱入りますよね。ダメなとこだね。あ、じゃあこれやめた方がいい。で、盛り上げようとするのは全然いいことだと思う。あ、じゃあメモっとかないですか。え、じゃあ酒の残量聞かないってことね。おのおのペースがあるからね。わ、はい、かりました。酒の乾杯はもう最初の1回だけ、うん、君は。あ、それは無理。じゃあ一回聞いて、どちらに出てくるけど。もう差しの乾杯いらないから。あ、差しなし。差し乾杯いらない。差し乾杯なしね。いらない、いらない。差しの乾杯なしか。まあ大体最初2人で飲んでたとしたら、その後4人になって6人になって、時間ごとで後から呼んでた人が来るみたいなパターン。まあ誰か人が来たタイミングでそれはまあ乾杯する。はい、これはいいんですよね。もう、まあ、じゃあ礼儀みたいなとこもあっちゃう。改めてじゃあ乾杯しようか。じゃあ後から来た人としてね。わかりました。後から来た。ごめんなさい、遅くなっちゃいました。仕事で。よいしょ、乾杯しよう、乾杯。はい。えいえいえい、乾杯。くぅー。よし、追いつこう。追いつこう。追いつく制度。いらないよ、それ。酒の残量と一緒だよ。なんだ本当に言うよね。それ。絶対やるよ、追いつこう。それ1時間、2時間差は、もう、しょうがない、それはもう。埋めらんないもん。マラソンだってそうだし。酒と努力は、ほんと埋めれると思ってて。酒と努力。酒飲むのと、何か努力するっていう行為は、やっぱその時間埋めれると思ってるの、俺は。じゃあ何追いつかせちゃダメって。追いつかせない。だから、そうだ、場を盛り上げたいっていう精神が一番強いわけでしょ。そう、それ分かんないけどね。まあまあまあ、思ってることは。強いでしょ。うん、だったら、その、そういった意味で、もう気持ちよくさせてあげないと、その途中から来た人を。うん、で、まあ、ハイボール、バー飲んで、みんなも大抵ハイボール。で、こう、わー喋ってますよね。うん、いやー、でも年末だけど、どうやって過ごすの、年末とかは。わー、実家帰ったりかな。あ、実家帰ったり、どうやって過ごすの。俺も、実家帰って、奥さんの実家行って、みたいな。ああ。なるほどね。そうだよね。うん。ちょ、仕上げだ。ショットもらおう。おー。あー今みたいな会話あるじゃないですか。うん、まあ今みたいなね。たまに。まあ、別に俺が毎回回すわけじゃない。会話あって、ちょっと静まりますよね。だからこうみんなが一曲を。飲むタイミング。あるね。の時に俺は大体、ショット。てかまあ俺以外もそれなんですよ、別に。まあそうなの。ちょ、仕上げだ。ショット行こう。チームが悪いやん。友達悪い友達とつるんだよ。で、コップがあるんですけど、えぐいドラゴンが巻きついたショットみたいな。あ、やれるじゃん。ゲームとかやんないんだよね。ああ、そうなんですね。逆に、会話ストロングスタイル。なるほど、なるほど。7、8時間。すごいわ。よくそんな喋れない。7、8時間も原因だろ。それを3時間とかに収めれば。ああ、短くてね、半分とかね。だからやっぱ、いろんな人が来るから。そうそう、友達呼んでいいとかもあるから逆にそう。それはね、あるね。膨らんでんだろ。初期面だけで8時間はやばいよね。でもまあ、でもそんなもんだけどね。まあ別に女の子とかが仮にいても、大抵なんか初めましてとか、久々会ったなーってやつだとしても、同じような対応で言ってるし。こいつこう。はい、よく呼んでくれてるね。飲み会に。だ令和なんで。令和だったらもう逆に女性ひいきというか。あ、じゃあどうすんの。例えば、お前が俺だとして、うん、で、ニッチが普通の男だとして、はい、で、俺が女ね。の、ちょっと一回立ち回りだけ見して。はじめまして。あ、じゃあはじめましてでいこうか。じゃあ俺遅れてきたことでしょ、呼んで。はい、ああ、OK。はい、すいません、遅れました。はじめまして。よろしくお願いします。小柳です。お願いします。とりあえず乾杯しますか。うん、あ、乾杯お願いします。はい。乾杯。え、いつからの友人なんですか。でも去年の飲み会で、あ、割と最近の、まあコロナ落ち着いた頃ぐらいからちょいちょい飲んでるって感じ。へえ。結構そんなでも回数は今日で3回目とかなんですけど。あ、そうなんだ。仲いい。他にもあの、あいつとか、ああ、あいつね、山田とか、ああ、共通の、ああ、そうなんだ。友人でっていう感じで。あ、そっちはそっちで飲んでみたいな。なるほどね。よろしくお願いします。お願いします。へえ、なるほどね。こんなお前おもんないよ。
そんなもんよ。初手の無駄やろ。今、うん、全く同じ状況だったとしたら、うん、3回乾杯するとこありました。いや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 、はい、やっていいですか。やってください、はい、じゃあ、はい、すいません、遅くなりました。ダメだ。トモポって言います。どうぞ。せーせー遅れた。はい、何してたの前。いや、仕事で。あ、仕事で、うん、そうなんです。あ、じゃあ今、初飲みこれ、いっぱい目。あ、今日はいっぱい目です。あ、いっぱい目なんだ。はい、いや、別に行っちゃう。すいません、ハイボールお願いします。あと結構、長い感じだ。あ、まあ、ちょいちょいですね。まあ、じゃあ今日何回目飲むことじゃなくて。まあ、でも3回目、4回目ぐらい。多分そんぐらい。3回目は乾杯だな。これ乾杯だ、3回目乾杯だ。3回目だよ。いや、もう珍しい3で奇数だから。めっちゃいいよ、めっちゃいいよ。5も7もになっちゃう。5も7もよ。家とか近い。家は、まあ、うん、でも電車で15分、20分。あ、15分じゃん、いつも帰る。よっしゃ、いつも帰るじゃん。でも明日も朝早いんですよ、仕事で。え、何時から？明日8時には出社しないと。あ、8時から出社だったら7時50分まで飲めるね。7時50分まで飲めるね。っていうね。嫌いになっちゃう。多分。最終的にはさ、別にベロベロになって記憶なくしても別に俺はいいと思ってないけど、うん、そこで悪いことしちゃうのがダメじゃん。ああ、まあ確かに。犯罪、その、喧嘩しちゃうとかさ。なんかその、飲み会でのその目標を立てて、明日の朝にタスク用意しとくとか。手出さないとかね。出さないわ、もう。それも当たり前よ。目標じゃない。目標じゃない。あれ嫌かもしれないけど、女の子いたらなんか、モテようとするとか、あえて逆に。ああ、その方がいいみたいな。意識は保たれる。あ、でも、女の子来たら別にモテようとしようって意識ありますよ。ああ、そうなんですか。あの感じで。はい。飲み会って本当に、グラフにしたらこういうのから、こうやって人数多くなって、もう最終的にはこうなっていくんですよ。飲み会の人数。精鋭が残ってくるから。その中でも帰るじゃないですか。はい、腹減ってるから、うん、ラーメンでも、おお、締めね、そう、食べて帰ろうよって、まあ、行くじゃん、うん、座って何にするっつってさ、女の子はそこで悲しんでたの。おお、北海道味噌みたいなラーメン、うん、食べてたんですね、うん、写真には、はい、北海道味噌ラーメン、すごい真ん中にコーンバーンって、あー、美味しそう、ね、いいじゃんいいじゃん、コーン具だくさんのやつ、うん、いいじゃんと思って、うん、その子は頼んでたんだけど、うん、来たら本当になんかちょちょってあーくらいしか入ってなかったんですよ。えー、ってなって悲しんでた。そう、その子がすごい悲しんでたんですよ。そうだ、僕は本当即座に店員にブチ切れました。ブチ切れたんだ。なんでやし、写真とちげえじゃねえかよ。違う、ポイント編。はいや、それで綺麗、うん、ポイント本当フルスマートでないっすかとかぐらいにモテに行ってる。でも間違ってるしな、それ。えいや、ええやん、コーンちょっとぐらいじゃないんだ。うん、それは俺の隣にいた人の発言ね。チャンネル登録ボタンを。押せ！まあ、だから今回酒の残量を、まあ、聞かないっていうのと、サシの乾杯なし。サシの乾杯なし。追いつかせない。あ、もうそれ大丈夫。で、ショットとかは気をつける。ショットは気をつける。いやー、そのね、まあ、適量。年始だから楽しみにしてる。あ、だから報告の動画、俺のエピソードとんでもない。そうそう、思い出した時いいから、そのカメラちょっと回しといて。飲み会の映せることなんてね。ということで、皆さんのちょっとあの酒のその忘年会だったりとかモチベーション、ちょっとぜひコメント欄に書いて教えてください。それ見て、ちょっと他の人のマインド知りたい。確かに、そうだよね。どういうマインドできてんの、その人はみたいな。そのちょっと勘違いに訳したいんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。